はいお疲れ様ですということで、えー、今日は雨ですね、えー、午後から雨が降ってきまして予報の通り明日も雨予報なんですけど私が住む地域ですね、えー、なので、まあ、先ほど、えー、部屋でですねサーフボードのメンテナンスといいますかワックスを塗り直しまして本当はこういう 雨の日にですね、えー、その室内でできること、えー、全部こう完結できたらいいんですけどもおー、まあ、ボードのですねリペアあやっぱり太陽の下ですね、えー、ではないとこうレジン固まらなくて、えーまあ、ライトとかでですね、まあ、こうずっとこう時間かけて固まらせるっていうやり方もあるんですけどもやっぱりこう直射日光にこう当てて えー、硬化させるっていうそれがやっぱり一番楽でいいんですけど雨が降ってしまってはですねそれもできず、えー、結局ですねもうさワックスを塗り,終わ、えー、塗り直してですねもうなんか <laughs> 気持ち的にちょっとぐったりしてしまってショートボードとかだったらですね、まあ、そんなに時間かからないんですけど、まあ、ミッドレングス7フィート以上あるとですね えなんかこうさほどロングボードと塗る面積変わらないというかですねなんかそれに近いような感じでえちょっとクタクタに <laughs> 気持ち的にもなってしまったのでえまああの作業中断というか最低限のことだけをやって今日は終わりなんですけどそうこうしているうちにですねえロングボードのリペアしないといけないなって思いながらもですねもはや4シーズンくらいも経ってしまって、え。ー もうこのまま、まあ、多分もう今年もロングボード触らず終わってしまうので、えー、まあ来年ですね、もうサーフボード、ロングボードですね、しなくなって離れてからもう丸5シーズンも経ってしまうということで、えー、やっとですね、涼しくなって、えー、まあそこ、そういったのリペアの作業ですとかね、えー、細かいことをできるかなと思ったんですけど、 えー、涼しくなったらなったで、やっぱり雨も降りやすくなってしまって、えー、なかなかちょっとやっぱタイミング合わないですね。えーまあ、休みの日雨、えー、波が上がったらやっぱり行きますし、なかなかあそういったこまごましたことができずにいるんですけど、まあ、でもそうですね、あとバイク、<laughs> バイクも全然乗れてなくて、えー、やっぱりこんな雨の日だと、 乗れなくなくっっててしまってですね、まあ涼,しくなっまあ、涼しいっていうかもう朝晩も寒いですし、えー、日中、なんとか今、あのー、ちょうどよく乗れるくらいな本当は気温なんですけど、まあ、なかなか時間も取れずじまいということで、えー、なんかこのままですね11月ももうすぐ目の前ですし、えー、11月に入ってしまったらまたさらに1ヶ月なんてあっという間に過ぎてしまいますので、えー、なんかもうバイクも <laughs> これで終わりなのかなと。 まああのー、と思ってもうガソリンも今全部抜いちゃってですね、えー、あとはもうバッテリーのことだけ、えーまあ、充電を、えーまあ、何週間かにいっぺん充電してっていう感じでまた来年に備えようかと思うんですけどあとはサーフィンですね、えー、残り時間というか残りの期間、えーまあ、少なくなってきましたけれども、まあ、重い 残しがないようにですね、えーまあ、なるべく波がある日は休みを取って時間を取ってですね、えー、行きたいなというふうに思いますまあ本当に雨だと、うん、なかなかやれることも限られてしまうんですけどもね、えー、幸い YouTube ですとかあそういったいろんなネットで情報が得られますのでサーフィン上達まだ諦めてませんので。 情報を収集してですねまたサーフィンできる日にぶつけたいというふうに思います。ということで以上。